さて、去年の今頃といえば、尖閣諸島への反発で中国が燃え上がろうとしていた時期です。今年はというと、まあ最近は反日公開という言葉まで現れています。やっと暴力は自分たちに跳ね返ってくることに気づいたのでしょうか。中国で一番反日を公開している人がこの人です。去年の反日デモでは愛国ヒーローとして注目をされていたらしいですよ。車の横断幕には命を懸けて魚釣島を守ろうと書かれています。その人がなぜ反日を後悔しているかというと、これは最近の写真ですが、赤い横断幕が紙と看板に変わり、その内容が当局からのひどい扱いを綴った直訴スローガンになっていたそうです。真面目な反日愛国者の彼に何が起こったのでしょうか。近況を知る中国人男性によると、なんと当局により自宅が強制的に取り壊されて野宿生活を余儀なくしているそうです。自宅が取り壊された理由は一切不明。反日も楽ではないのですね。それではこの記事に対しての中国の人の反応を見てみましょう。自分の住宅、自分の土地、自分の両親を守ることすらできないのに魚釣島を奪還するなんてバカの集まりだ。自分が国を愛しても国は自分を愛したことがあるのか、勘違いにも程がある。今になってやっと目が覚めたのか、共産党を擁護するから自業自得だなどなど、彼を擁護する声は少ないらしいです。もしかしたら中国ではまだまだ反日デモがあるかもしれません。政府に同調するのもいいですが、反日は計画的に。